皆さんこんにちは、ビーレジェンド大林です。今回はですね、ジムバッグシリーズということで、ジムバッグの中身をご紹介したいなと思います。はい、ドンっていう感じですね。一目見ただけでなんじゃこの荷物はって感じなんですけども、普段ジムまで車で行ってるっていうこともあって、まあ荷物が多くても持ち運びに手間がかからないということもあって、どん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 ですね、荷物が増えてしまいまして、でっかいバッグにぎゅうぎゅうに荷物を詰め込まないといけなくなってしまうんで、もうバッグからもはみ出てしまうぐらいの荷物の量になってしまってるんですけども、一つずつね紹介していきたいなと思います。じゃあまずですね、ジムバッグの外に出てるものから、紹介していくんですけども、まずこれですね。これはスマホの三脚です。こんな感じでですね、結構本格的な三脚を買いまして、まあ、普段 SNS にこう写真ですとかトレーニングの動画を投稿しているものですから、少しでもねクオリティのいい映像をですね撮って投稿したいなと思いまして、こういう三脚も買ってます。では次なんですけども、これですね、フォームローラーなんですけども、なんとこれ電動のフォームローラーです。スイッチを入れてですね、ボタンを押すと震えます。結構なね振動なんですけども、フォームローラーの使い方っていうのも別の動画で紹介をしたことがあったんですけども、私このトレーニングの前後にこのフォームローラーを使った、まあ、コンディショニングというのを非常に重視してまして、フォームローラーで圧をかけるっていうのはもちろんなんですけども、この振動を加えてあげるっていうことで、よりですね筋肉がほぐれてくれる、動きやすくなってくれるなっていう実感があるので、かなりいい値段がするものなんですけども、奮発して買ってですねずっと使っています。そしてこのカバンなんですけども、マッサージガンとコンプレフローズというアイテムです。マッサージガンは持ってる方とか見たことがある方いらっしゃると思うんですけども、こういう感じで先ほど紹介したフォームローラーと同じようにですね、振動でこう筋肉をほぐすものになるんですけども、このマッサージガンになると僧帽筋とかこの胸のあたり、まあ大胸筋とか小胸筋とかですね、こういう上半身の筋肉をほぐすのにフォームローラーに比べてかなりやりやすいものですから、このフォームローラーと合わせてですね、マッサージガンを使ってほぐしています。これもかなりいい値段がするやつを奮発して買いました。でこのコンプレフロースっていうやつなんですけども、筋トレかなりやり込んでる方の間ではまあちょっと有名になりつつあるケアのグッズになるんですけども、こういうゴムのバンドになってます。はい、できました。こんな感じでですね、筋肉をぐるぐる巻きにしてかなり強めに巻いてます。しばらくこう動かしてみたり、フォームローラーとかマッサージガンを当てて振動を加えてみたり、してですね、で外すと、すると筋肉の凝りが取れて動きが良くなる、違和感がなくなるっていうようなアイテムになってます。巻いて外して、で外したやつをまたこの芯に巻きつけなきゃいけないんで、かなり時間がかかるものなので、毎回使ってるわけではないです。私肩を怪我していて、肩から腕にかけてですね、かなり調子の波が激しいので、特に調子が悪い日、まあ肘とか前腕とかがかなり張ってて痛いなとか動きが悪いなっていう時に限って、トレーニング前にこういうコンプレフロスもマッサージガンとかフォームローラーと合わせて使ってあげることで、よりコンディションを良くしていくっていうような目的で使ってます。はい、やっとですね肝心のジムバッグの中身に移っていくわけなんですけども、まずねシューズから紹介していきましょうか。シューズもですね実は2足使ってます。どういう風に使い分けてるかというと、こっちの黒い方はウェイトリフティングシューズ、まあリフティングシューズとも言ったりしますけども、かかとがですねちょっと高くなってるシューズになってます。かかとが高くなってると何がいいかっていうと、スクワットの時にしゃがみやすくなるんですね。ふくらはぎの筋肉が硬いと深くまでしゃがみにくいっていうことはあるんですけども、こういうウェイトリフティングシューズを使ってかかとを上げてあげるとスクワットで深くしゃがみやすくなる
というので、スクワット系の種目をやるときにウェイトリフティングシューズを履いています。一般的なトレーニングシューズではないというか、割と専門性の高いシューズになるので、それなりの値段はするんですけども、6年近く使ってまだ全然痛みもせずに使えているので、まあ、かなりコストパフォーマンス的にはいいものなので、ちょっとスクワットしゃがみにくいなという方がいらっしゃればね、こういうのを使ってみるといいんじゃないかなと思います。こっちのシューズは、まあ、それ以外のトレーニングの時に使ってるものになるんですけども、パワーリフティング用のシューズということで、まあ、あるメーカーさんが開発をして出しているシューズになります。まあ、これも底のねゴムが非常に滑りにくいゴムを採用されていて、トレーニングの時の安定感がすごいいいっていうのと、底が平らになってて薄いので足の感覚がねよくわかるので、非常にトレーニングに向いています。リフティングシューズを使わないトレーニングの時はこのシューズを履いてやっています。まあ、トレーニングシューズっていうのはどんなものでもいいかっていうと、実はそうではなくて、ランニングシューズみたいにクッション性の高いものは逆にですね、クッションのせいで安定感が悪くなってしまうので、特に高重量でやる場合には向いてない場合が多いので、高重量でスクワットとかデッドリフトとかやる、まあベンチプレスもそうですけどね、ランニングシューズとか普通の運動靴よりかはウェイトトレーニングに特化したシューズですとか、まあ、安いものですと作業着屋さんとかで売ってるような旅靴とかね言ったりしますけども、そういう靴が実はね安くて滑り止めが効いていてトレーニングに向いてるっていう風に言われてたりするので、そういうのを探してみるのもいいんじゃないかなと思います。じゃあ次にですね、トレーニング用のベルトいきましょう。ベルトも2つ持ってます。どんだけ持ってんねんって話なんですけど、まあ、普段使ってるのはこっちのベルトの方です。パワーリフティングでも使えるような厚くて頑丈なやつ、13ミリの厚さのやつなんですね。こっちがまあ10ミリちょっと薄いやつになるんですけども、まあ、パワーリフティングで使えるぐらいこっちも頑丈なものになってます。なんで2つ持ってるかというと、去年の大会が終わって私激太りしまして、体重が90キロを超えたあたりでこっちのベルトが穴が一番外まで来てしまって、もうこのベルトをつけらんないかもしれないっていうぐらい太ってしまったんです。大会前なんかはここまで、ね、穴の位置が来るんですけども、ものの1ヶ月ぐらいでこれぐらいまで一気にですね太ってしまったがために、ちょっとこのベルトが使えなくなりそうになってしまいまして、まあ、そこでねやばいダイエットしようって思うんじゃなくて、新しいもっと大きいベルトを買ってしまおうって思うところはもう完全にねデブの思考なんですけどもそういう経緯がありまして、こっちのね大きめのベルトも実は持ってます。で今はちょっと体重も落ち着いたんでずっとこっちを使ってるんですけども、こっちの方がちょっと薄くなってる分柔らかくてフィットしやすい部分もあるので、一応ですね念のためにこっちのベルトもカバンに入れています。では次ですね、リストラップなってます。ソメだとかポリも紹介したと思うんですけども、私もこのリストラップ使ってます。特にプレス系の種目ですね、ベンチプレスとかショルダープレスなんかやるときに、結構私手首が弱いんで軽めの重量でも結構手首に違和感が来てしまうんで、リストラップは必需品ですね。で特にこれメーカーにもこだわりがありまして、まあアメリカのメーカーなんですけども、このリストラップを必ず使うっていう風にしてます。多めに買っといてですね、いつダメになってもいいように家にストックしてあります。で次にパワーグリップとリストストラップになります。まあ、パワーグリップなんかは背中のトレーニング主に使います。握力をね補助してくれるやつ。これもですね、私握力まあそんなに弱いっていうわけでもないんですけど、トレーニングの時に結構強く握り込んでしまう癖があって、かなりですね前腕が疲れやすいんで、このパワーグリップもかなり軽めの重量の時からもう私使っちゃいます。トレーニングを快適に行うためのアイテムなんで、重量とかもう関係なくもう自分にとって使った方がいいと判断したらもう軽めの重量からも結構平気で使っちゃいます。こっちのリストストラップ、まあこれも本来はこのパワーグリップと同じような用途で使うものなんですけども、私実はちょっと特殊な用途で使ってまして、ニースリーブというアイテムを履くときにですねリストストラップ使ってます。これがないとニースリーブきつくて履けなくなってしまったんで、そのためだけにこれを持ってます。なのでトレーニングでは使えません。で次がですねニースリーブ、膝につけることで膝周りを保護するだとか、スクワットをより重たい重量でできるようにするためのアイテムになってます。反発力でスクワットを補助するとか、膝の力を補助するとか、締め付けでこう膝を安定させるためのものになるので、それなりにですねきつくないとこのニースリーブとしての効果をなかなか発揮してくれないということもありですね。これも私もう5年ぐらいになるんですけども、5年前と比べて当然ですね筋肉がついてますんで、その分ですねかなりきつくないと
つくなってしまって普通に履けなくなってしまったんでリストストラップを使って履くようにしてます。で次またニースリーブです。これも足トレなんかで使うんですけどもそんなにこうサポートはいらないけど、まあ、ちょっと安心感が欲しいなっていう時なんかにこれを使ったりします。で次がこれエルボースリーブになってます。まあこれエルボーっていうぐらいなんで肘につけるんですけどもこういう感じで、肘に装着をしてプレス系の種目ですね、ベンチプレスとかショルダープレスなんかで使えます。まあ、私こう肩を怪我していて肩から先ですね肘とか腕とかその辺に違和感を感じやすいのでこういうものでこう関節を温めてあげたりして安心感があるだけでも全然違ったりするのでエルボースリーブを使ってます。これはニースリーブと比べてかなり緩めのものを選んでますので簡単に着脱できるんです。そして次がリッピングベルトになってます。ジムに置いてある場合も多いかと思うんで分かる方も多いと思うんですけれどもこれ腰に巻いてウエイトをぶら下げてですねリップスとか懸垂なんかをやるときに使います。で私が普段使ってるジムはこういうディッピングベルトがないのでもう自分で買って持ち込んで荷重の懸垂なんかをやるようにしてます。次ですねアンクルカフなんて言ったりするんですけども、まあ、足首とか手首に巻いたりして使う器具です。で私はこうやってですね手首に巻いてここにケーブル引っ掛けてケーブルでサイドレイズですねをやってます。まあそのためだけに持ってるんですけども手でケーブル持ってやるよりもこっちで引っ掛けてやる方が私はですね三角筋肩の筋肉に効率よく効いてる気がするのでケーブルでサイドレイズやるときはこういうのを使ってですねやってます。これで終わりかと思いきやですねまだこっちのちっちゃいポケットの方にもいくつか入ってましてまずこれ滑り止めです。液体の滑り止めになるんですけどもこれを手に塗ると、まあ、滑り止めになってくれるんですけどもパワーリフティングの大会とか、まあ、ボルダリングなんかでもそうですけど炭酸マグネシウムっていう粉の滑り止めをよく使うんですが当然ですね普通のジムでそういう粉のものを使ってしまうと粉が床に飛び散ったりとか器具についたりして真っ白になってしまうんでそういうのって普通のジムでは使えないんですね。こういう液体の滑り止めですと手が白くなったりしてこう器具を汚したりする必要もないんで特定の種目の時だけ使うようにしてます。ラットプルダウンでマググリップっていう、まあ、ちょっと特殊なグリップを使ってやる時なんかはパワーグリップが使えなくて素手で持たざるを得ないものですからこういう滑り止めを使ってあげると握力が衰えにくくてよりですね背中に集中できるのでこういう滑り止めを使ってます。あとは細々したものなんですけども先ほどのマッサージガンとフォームローラーの充電器ですね。これはスマートフォンの広角レンズです。まあ、他にねトレーニングしてる利用者さんとかがいて離れたところにカメラを置けない時も結構あったりするんでそういう時にこういう広角レンズを使うと近くで撮影しててもかなり広い範囲まで撮影してくれるんでこれがあるとね結構便利です。ジムバッグに入れて持っていくものとしてはまあこれぐらいですね。まあ染田とか上野なんかはこうトレーニングノートに記録を取ってましたけども私はですね自分のスマートフォンのメモ帳機能を使ってトレーニングメモしてます。こうジムの中でスマートフォン出していじってるのってまあちょっとマナー違反になってしまう部分もあるかもしれないんですけどもまあ私がトレーニングしてる早朝でもう人も本当に少なくてマシンの待ちとかもない状況なのでスマホでねこうトレーニングの記録取るぐらいはいいかなと思って、まあ、スマートフォンのメモ帳の方にトレーニングを記録してます。あんまりね長い間スマートフォンをマシンの上でいじるとかしてると、まあ、ちょっとね他の利用者さんの迷惑になる場合もあるかもしれないので気をつけていただきたいんですけどもとにかくですね記録をしっかり取るっていうのは、まあ、トレーニングを効率よく進める上で大事なことなので何らかの形でね記録を取るようにしてみてはいいんじゃないでしょうか。ということで今回は私 B レジェンド大林のジムバッグの中身をご紹介させていただきました。参考にできる部分はぜひ参考にいただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。